スピニングコースター舞姫は、かつて、東京ドームシティアトラクションズ内に存在していた、ジェットコースター。事故発生から4日後に撮影された、スピニングコースター舞姫走行中、座席が横に360度自由回転する、マットマウスタイプのコースター。後楽園遊園地時代の2000年にオープン。日本で初めて、前後、背中合わせに座る座席を取り入れた。 ドイツのモーラーズな車製でインタミンジャパンが輸入、納入した。座席の回転は要所要所で決まっているのではなく、体重バランスによって様々な回転をする。タワーランド内にあり、屋根があるため悪天候でも運行する。2011年に工術の事故を受けて撤去された。稼働期間はわずか11年。2011年1月30日、34歳の男性が 当アトラクション乗車中、コース上の高さ7から8メートル付近から転落、搬送先の病院で死亡した。事故原因について、運営会社の株式会社東京ドームは、安全バーがロックされておらず被害者が座席に固定されていない状態にあったことに気づかずに、本件半機を発射させてしまったことにより、被害者が半機の回転による遠心力に耐えられず転落するに至ったと、 報告している。この事故を受け、東京ドームシティアトラクションズは、ラクーア内も含めて、1月31日から5月31日まで営業を停止した。当アトラクションは営業停止期間中に撤去された。また、文京区は建築基準法に基づき、当アトラクションの使用中止と原因究明の調査を勧告した。同年2月1日、警視庁が、 業務上過失致死容疑で運営会社とコースターの輸入代理店を家宅捜索、運行マニュアルなどを押収した。事故から1年経った2012年1月30日、安全の誓いと題された慰霊碑が東京ドーム式内に建てられた。また現在、東京ドームグループでは事故が発生した1月30日を安全の日、同日から2月5日までの1週間を 安全習慣として定めているスピニングコースター舞姫転落事故に関するカテゴリーありがとうございます。